ちぐさ殿、大岡殿たちや自分は竹見和地様と他の神様が住まう極東の社で育ちました。とても貧しいけれど、とても温かい社でした。その近くの山のふもとに春姫殿のお屋敷があったのです。春姫殿は高貴な生まれで、ほとんど外に出ることなく暮らしておられたのですが、社のことを噂で聞いたそうで。父上、私はこんなに食べられません。どうかこれを社の神様たちに分けてあげてください。あの方が初めて言ったお父上へのわがままだったそうです。そうして自分たちは春姫殿と知り合いになったのですが、お屋敷の中でいつも寂しそうにしているあの方を竹見和地様は見かねたのです。お前ら、あの子を連れ出してこい。竹見和地様らしいですね。自分も恥ずかしながら義勇心に駆られたのです。自分たちを助けてくれたあの方から寂しさを取り払ってみせようと。それで竹見和地様から恩恵を？はい、ステータスを得た自分は大岡殿や千草殿と共に屋敷へ忍び込み、見張りをかわして毎日のように春姫殿を裏山へ連れ出しました。ある日それはバレてしまいましたが、その後も見張りと攻防を繰り返しつつ、何度も何度も。ミコトちゃんたちは物語の英雄様みたいだね。誇らしかったのです。自分は恩に報いることができた、彼女を笑わせることができたのだと。自分たちはその後極東を離れ、オラリオへ渡りました。お金を稼いで社に仕送りするためです。そんな中、風の噂で聞きました。春姫殿が心ない者に騙され人買いに売られたと。今あの方が苦しんでいるのなら助けてあげたい。